皆様こんにちは、みきまるです。今回の動画は次男が高校修学旅行で不在の日のアラフィフ夫婦のつまらない夜の日常の様子です。ただこの夫婦、子供が2人いるんですが、この夫婦って子供が揃って2人とも一緒にいないということが多分今までなかったんじゃないかなと記憶によると思われます。さてさて、夫婦水入らずの夜はどんな風に過ごすのか、皆様と一緒に見ていきたいと思います。お皿を持ってきてちょうだいな。いや、いっぱいある。いいよ。かき氷のメロンの香りする。うん。乾杯。メロンソーダサワー。これさ、アイス乗せても美味しいかも。栄養ドリンクの味しない？リゲインみたいな。まずくはない、うん、いただきマンモスマンモス、いただきマスオ余裕捨てうん、美味しい、うん、入れてあげようか。はい、多分大根火通ってると思うけど、お大根いただきます。あ、もうちょっと、あっか、そっか、もうちょいだ。なんかこれ業スーの冷凍大根だからさ、うん、こういう食感なのかも。あほう、あほうって、うんうん、もうちょっと、いかイカちゃん、おでんくんにイカちゃんっていなかったっけ？いる。いるよね。いるよ。エビちゃんみたいな。うん。私な、人間におでんくん大好き。あの漫画。うん、でも知ってる？おでんくんのキャラクターじゃ。で、俺のが多分知ってる。待って。ここじゃん。ジャングル卵ちゃん。うん。卵じゃん。おでんくん。イカちゃん。ジャガー。あ、それ言おうと思ったのに。ウィンナーくん。あ、
ィンナーくん。いるよね。え、ウィンナーくん家族でいるじゃん、お父さんも母さんも。そう。うん。銀南坊主。大根先生。めっちゃ美味しいね。これを食べてるそうです。大浴場は使っちゃダメっていう。かわいそうに。はーちゃん。はーちゃん。はーちゃん。そこら辺にあった T シャツとこのなんかスパッツのような桃引きのようなズボン。ちょっとウォーキングに行ってきます。夜ウォーキングするときは 3,4 キロ歩きます。怖いので一人では歩きません。襲われないけど別にこんなおばはん。それがダメなんだよ、そういう気の緩みがね。後ろから誰か走ってきてもね、走って逃げることができない、うん、多分転んじゃう。ただいま、あーちゃん、ただいま、お迎えありがとう。お母さんいっぱい歩いてきたよ、あーちゃん。じゃあただいま、あ、お家入ろう。よいしょ、疲れた。お風呂に入りましょう。ついてくる、あーちゃん。ついてくるの。はい、あー、濃いコーヒーが美味しい。